こんにちは。というわけでですね、今回久しぶりのサブチャンネルなんですけども、うん、ですね、つい先日ですね、YouTube さんに、はい、10万人突破したチャンネルだけが一生に一度呼ばれると呼ばれている、うん、シルバーボタンパーティーになんと神尾 TV が招待されました。ありがとうございます。これはなかなかすごいことですよね。すごいですよ、うん、10万人パーティーですからね、うん、やはり皆さんのおかげ、うん、このチャンネル登録者の皆さんがいてくれたからこそ行けたということで、はい、改めましてありがとうございました。ありがとうございます。というわけでその辺の、うん、当日の映像なども撮ってきたので、それもちょっと入れながら、ね、またその今回その振り返りといいますか、そうですね、はい、いろいろありました。いろいろな大事件も起こり、大事件も起こりました。ちょこちょこ雑談というかね、ちょっとトークしていきたいんですけども、うん、今回なんと YouTube さんのあれは本社なのかな、トッポンギヒルズに、あれは YouTube スペース東京ですね。YouTube スペース東京という、まあ、YouTuber の、まあ、ある意味日本の聖地ですね。聖地ですね。編集室があったりとか、うん、撮影ブースがいっぱいあってね。六本木ヒルズですよ。あのヒルズに呼ばれ、うん、呼んでいただき、行ったわけですけども。クソ高いね、建物やのね、家賃払うてね。あ、家賃な。うん、まあ、すっごい広いスペース、もうほぼワンフロアぐらい借り切ってるぐらいなので、うん、家賃何千万でかかりますよ。かかりますよね。まあ、僕ね、行きますよね。僕はいかんか。何千万かかりますけど、そこを YouTuber のために開放してくれてるわけですけど。そうそう、全員、あれ、でも身体検査されたから、ね。Google すげえって思ったのは、金属探知機で、こうやって。された。ピーって。飛行機か。日本の飛行機でもやられへんやろ。ただ単に YouTube スペースに貼るだけやの。そうそう、うん。すごかったよ。びっくりしましたね。ね、で、まあ、パーティーはですね、はい、まあまあ素晴らしかったですね、うん、10万人以上のチャンネルの人たちが何十人おるねんっていうね、100人以上いましたけどね。100人以上ですか、うん、まあ、10万人超えた人しか来れないんだよね、だから全員周り10万人超えた人なわけですけど、そうですね、まあ、2人3人そのチャンネルやってる人いますから、その僕らも3人で行ったしね、全員が全員10万人じゃないかもしれないけれども、100人ぐらいいたんで、はい、ざっと見積もって、全部で500万人ぐらいいたんじゃないですか。どういうこと？あ、チャンネル登録者。みんなのチャンネル合わせれば500万人ぐらいは登録者いたんじゃないですか。はい、それはあんまり面白い。ないやねん。ないやねん。あ、僕らね、あの10万人ってどんくらいかって、どんくらいの規模かっていうと、ほうほうほう、泉佐野市。大阪の泉佐野市の人口がだいたい10万人らしいですよ。はいはいはい。だから泉佐野市の人が全員見てるっていうぐらいのイメージ。アンクがあるとこね。はいはいはい。あの YouTube のその偉いさんがね、書いて言ってましたけど。言ってた。あれは突っ込んでもよかったんかなと僕は今だ。泉佐野市なんて大阪の人しか分からへんやないかと。いや突っ込まんでね。あれは東京の悪い。まあ、その泉佐野市の全員がチャンネル登録し、あと10万人ということですから、すごいことです。すごいことですよ、うんうん、で100万人になると、うん、なんと香川県全体が100万人らしくて、へ、100万人目指していきましょうということですね。香川県を制するということですね。やりましょう。もううどん県全員が僕らを見てると、香川県全員が登録してくれて100万人いける、そうですそうです、ボードになるってことですね。と思ってもパーティーはどうでしょう、二人は。ゆうちゃんどうやった、感想。感想、パーティー、すごかったです。なんか、みんなね、おしゃれして、なんだろう。なんだよ。あ、でもだってほんまにその相場にいる人たちは、もう言うたら10万人のファンがいる人たちなわけでしょ、そうね、すげえなーと思って。ゆうちゃんその時ね、行きの新幹線とかで飯食いすぎて、お弁当とおにぎり2つ食べてちょっとこうやって、ね、そう、私も頑張ってちょっとタイトなワンピを着ていったわけですよ。だからお腹を出せなくって、あ、そう、ずっとへこましてた。お腹いっぱいやのに、そうそうそう、だからゆいちゃんすごいセクシーな動きだけど、だからお腹出したらあかんからね、出したらあかんと思ってお腹へこましながらずっと、しかもあの立ってなんて言うんですか、あれ立ってる、立ってビュッフェスタイル、そうだから、なんかもうだんだんもうなんかすごい、あの時苦しんでたの。で、行きの新幹線で僕
と一緒のすき焼き弁当を食べたんですけど、うんうん、僕がすき焼き弁当とお腹いっぱいあったのに、そこでさらにおにぎり2個食べたんですよね。この神尾さんでさえでお腹いっぱいになったんですよ。神尾さんですき焼き弁当飲んでたからね。いやだからご飯は飲み物だよ。飲食物ではあるけど、飲料水ではないよ。ご飯は 米粒もどんだけ食べるの早いかっていうね。まあそんな話はどうでもいいんですけれども、まあゆうちゃんそんな風に、まあゆうちゃんなんかちょっと可愛い女の子ナンパしてたけどね。うまいね。そうなんかちょっとほんまに立ってんのしんどいわと思って、あのでもちょっと椅子があるじゃない、あったじゃないですか、うんうんうん、あそこにふーって座ってたら隣にも可愛い女の子がいたから、あのねえねえじっとしてたら辛いから、えどんなチャンネルやってるんですか、可愛いですねそんな中ですね、七節さん快挙を出すのしてました？え七節さんすごいあの YouTube スペース東京始まって以来の快挙やってるんですよ、あなた。え、そうなの？知ってる？知らない。あの YouTube スペース東京の公式ツイッターあるんですけど、そこに4枚の写真あるんですけど、うん、そこに3枚7節が載ってると。うせぇ、見てなかった。え、公式ツイッター見てんの？写真ちょうだいよ、それ4枚、今日こんなイベントありましたって4枚写真中3枚7節が載ってる。これ YouTube スペース東京見てください、始まってやるの会期同じ。リンク載せとくんで3枚、だいぶ俺前におったな。いや、面白いチャンネルいっぱいありましたよ。もうすごく刺激を受けました。はいはいはい、うん、なんかね、その表に顔を表に出さない人たちでも、あ、こんなに面白いことやってる人たち、うん、こんな面白いチャンネルがあるんだっていうことをね、たくさん知ったので、はいはい、また YouTube 講座でね、はい、あの、ご紹介させていただきたいと思います。はい。うん、面白いものはね、いろんなね本当にチャンネルの方いましたからね。そうですね。ただ一つ残念やったのは、僕たちのような経済系というのですか、真面目系というのでしょうか、いなかった、勉強系というのでしょうか、教育系というのでしょうか、一人もいなかった、一人もいなかったな。あ、まあ、あの学術、あ、学問の方の勉強系とかあったんですけれども、うん、経済系のたちはいなくてですね、うん、僕らジャンル不特定のに分類されてました、ね、そうそうなんていうジャンルに言って言ったらいいかわからないんで、こう紹介しますって言われて、他ってなってだからね、ちょっとね、いい感じでコラボできる人いたらいいなと思って行ったんですけど、いなかったっていう。そうですね、ちょっといなかったですね、うん、そのね、猫のチャンネルとかメイクとかね、とか、うん、あと化学物質系とか、はい、ね、学校教育系とかいろいろありましたけれども、うん、ちょっと投資系、経済系、ニュース系とコラボできそうな人なかなかいなかったですね。そうですね、うん、投資系の人も一人ぐらいいるかなと思ったんですけど、いなかった、全くいなかったですね、うんうん、そうですね、はい、っていう感じですでした、うん、うん、まあ何回も楽しかったよね。楽しかったです。あのプロのカメラマンの方がいて、もう写真撮っていただきましたね、かっこいい写真ね。あ、そうだ、それはまた、ブロマイドにしてプレゼントしてちゃうツイッターとかでまたあの公開しておきたいと思います。あー、カードにしようよ、カードにポテチに入れてどれが当たるかやろうよYouTuber チップスみたいな、そうそうそう勝手に YouTuber チップス、まあ、あとそう、要は YouTube の、 そのもうめちゃくちゃ偉いさんが言ってましたけど、まあ、まだまだ YouTube これが伸びると、そうですね、だから全然チャンスあるということでね、うん、見てる方も YouTube やりたいっていう方はまだまだチャンスあるということを YouTube の人が言ってますから、言ってました、間違いないですよね、ね、ずっとそうやって見て、うん、中の人が このからもまだまだ視聴者増えていくで言ってますから、うん、はい、うん、そういうね傾向が見られてるわけですから、うん、まあ、これから、まあ、もっと増えていくでしょうね、はい、うん、まあ、さらにすごく嬉しいこと言ってはったのはですね、10万人いったら100万人必ず行くよと言ってはったんで、うん、言ってたな、行くな行くで行くで対話の努力、そして改善、うん、改善、はい、改善です、はい、やっていきましょう。というわけで香川県を巻き込むぐらいのチャンネルになれるということでね、カメTV引き続きやっていきたいなと思っております、はい、とりあえず皆さんが友達をポチってやらせていただければ、うん、草の根運動で友達2人を連れてきてくれれば、うん、はい、あっという間に30万人行きますから、あっという間ですね、うん、行きますから、ぜひ、はい、まあ、ただね、そうはいえですね、まだまだ頑張らなあかんなと思った出来事もありまして、ね、ああそうですか、東京駅着いた瞬間ですね、赤身の TV 見てますって、なあ、すごかったな、すごかった、東京駅着いて、うん、あの新幹線ね、プシューなってね、ほんで階段降りるじゃないですか、うん、ててててててで階段降りた瞬間に男の人が声かけてきて、うん、
神尾さん見てますって言って、うんね、ありがとうございますって言って、うん、またあれそれで帰ろうとしたから、いやちょっとうちのスタッフしてますよう, ちのスタッフですって言い張ってあなたはだからスタッフじゃないよ、いやうちのスタッフですって言ったから、あれ一緒に出てる人ですって言った、言うたの、うん、でもなんやようわからん感じでペコってしたから帰っていったやんあみたいな俺らはいやゆいち、あのね、前回このおまけコーナーとか言ってましたけどね、大阪の新人ご飯食べた後に、神尾さんいつも見てます、ゆいちゃんも見てるよって言って、ナフシさんなくしようと思ったらナフシさんをピュッて通り抜けて、そうそうそう、あーおーいここにいるよってね、なったっていう、ナフシさん落ち込んでたんで、今回東京でも落ち込んだかなと思うんで、僕はわざわざあ、一応出てる人ですよって言ったけど、うん、あんまり気づいてなかった、気づいてちょっとそれでですね、これからひずじをかぶるわ、本来そうそう、それでですね、奈良富士さんちょっともうメラ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 来たらしくて、はい、六本木でね、ひつじかぶったんですそう六本木のね、そのヒルズ行くまでね、うん、ホテルからヒルズ行くまでですけど、かぶってあるあの六本木はでも日本のみたいな繁華街のトップに入る、うん、トップ10に入る、確実に入る大大きな街で、はい、羊かぶって歩きましたよ、歩きましたよ、まあね、金髪とセクシーなゆいちゃんも、うんうん、着てる衣装を着てるゆいちゃんもって3人で歩いてましたよ、誰も誰ストーリー声かけてこれ東京の人って他人に興味ないあのな、目線がこっちに合わなかった俺の方が見てた、みんなは気づけ誰か知ってる人いませんか、ね、ちょっともう人高いできたらどうしようとか思ったけども何もできないすごかったもう多分東京で羊かぶってるぐらいは多分何ともないでしょうね、何ともないよね、いろんなもんスルー感がすごかったですもんね、うん、でも YouTube スペース東京行ってその、うん、YouTuber の会かみんな派手な格好してくるのかと思ったら、うん、誰も羊とかかぶってる人いなかったかぶり物かぶってる人があって、ね、うん、地味やったよね、みんな、なんかどっちかっていうとね、うん、もっとなんか着て列な人たちがおるんかなと思ったら、うん、最近の YouTuber はそんなに派手じゃないかもしれない東京の人とかもね、またもう一回またリベンジしたいですね、いつか原宿とか、あ、声かけられたい銀座とか銀座行こうや、歌舞伎町、どこみんなどこにいるのどこ歩いておいてほしいかぜひお便りくださいというわけでね、うん、これからももっともっと頑張っていかなあかんなと思えた事件でしたねじゃあゆいちゃんも気づかれてなかったもんな、私もね、カラコン入れてなかったからですかね黒目がちっちゃかった、黒目ちっちゃいとゆいちゃんじゃないんだそう、神尾さんの横に誰かがいたら皆さんも誰かわからんでも握手してみるそういう風に心がけてみてくださいね、はい、というわけで、はいはい、また写真とかいっぱいスライドで出しておきますんで、はい、はい、というわけでね、こう見ていただいた皆さんのおかげで僕たちそのパーティー行くことができましたね、改めてありがとうございました、そしてこれからも神尾 TV の応援をよろしくお願いします。次はね、この皆さんの応援を背にですね、あ、そうですね、ゴールドボタンパーティー、ゴールドボタンパーティー100万人突破した人しか行けない、行こう、日本に170人ぐらいしかいないのかな、そうですね、今170チャンネルぐらいしかないと言われているこのゴールドになりたいと思ってますので、ね、はい、行こう、引き続き皆さんの応援をよろしくお願いいたします、お願いします、ありがとうございます。ナフシにも声かけてあげてくださいマジで落ち込んでましたゆうちゃんも今回はな、いらんかったしな。こっち側、こっち側。ゆうちゃん、2ポイント、1ポイント、0ポイント。まだまだ、まだまだ、試合終わってないよ。次、東京で声かけられるまで帰れませんやろうよ。おう、ええよ。来い。俺がすぐかけられる。どこで勝負すんの？いろんな地域でやろうよ。いいよ、どこ。どこがいいの？というわけであなたの町に行きたいと思います伺いますね、ゆいちゃんの一人で撮ったらバレへんよ、絶対わかんないと思いますよ、まあ、うん、買ったなこれ買ったゆいちゃんは多分ゆいちゃんって分かってもほんまのゆいちゃんかなと思っちゃうのかな、おお、店元がおる、なんか声かけにくいオーラやまあ、じゃあこれなんかプラカード持ってていいことですよ、何の神尾 TV って
名札つけとった。そういうことにしたい。ね、うん、やってみましょう、いつか。はい。